大宮山です。ふみです。若手君です。今回渋谷でやりたい企画があるんですけど、はい、知識の限界で大学を当てろ対決やっていきたいと思います。マッチング人捕まえて、はい、あなたが知ってる一番難しい歴史上の人物を教えてくださいって感じで、一番難しいホニャララっていうのを聞いて、はい、それで知識のレベルが見えるじゃないですか、はいはい、 そうですね、そこで僕ら偏差値をコール、はあ、近い方が1ポイントゲットという感じですね。じゃあ対決形式でやっていきますね、はい、じゃあ5ポイント選手でいきましょうか。わかりました、はい、皆さんチャンネル登録高評価、誰か追加したのも絶対お願いします。それでは企画スタート。わかって TV。じゃあ1人目、このお兄さん、はい、予想したいと思います、はい、じゃあジャンルこの中にあるんで、はい、行きましょう。お、現代ニュース、お兄さんが知ってる一番難しい現代ニュース、はい、政治とか経済とか世界の動きとか、はい、それちょっと話してもらってもいいですか。いや、あれじゃないですか、はい、ロシアとウクライナの戦争じゃないですか。あ、ウクライナ戦争、もうちょっと話せます。ロシアがウクライナに侵攻して、なんか、はい、ロシアの紛争するところをウクライナが攻めたみたいな、まあ橋爆破みたいなやつだね、はい、要は映像記憶なんですよ。橋爆破、うわーみたいな、はいはい、だからもうアホなんですよ多分、はいはい、まあ、もうちょっとね、戦争に関する意見だったりとかちょっと欲しかったんでなるほど、じゃなくて、まあ、覚えてるとこだけみたいな、あとでちょっとウクライナが悪いみたいな言い方をしてたのよ。そういうのも気になったね、僕は。で、そうなので僕も予想できました。はい、はい、いきます。せーの、50です。あ、一緒や。じゃあちょっとずらしましょうか。オッケー。じゃあ 47.5 か 52.5 の2択で選択しましょう。わかりました。いきます。せーの、47.5。よし。僕は、はい、大東文化大だと思います。あー、なるほどね。その辺 47.5 の大学です。これ東京経済大。おお。最近ちょっと上がってるから。52.5。まあ、52.5 ぐらい。はい。なるほど。じゃあどっちが近いか答えしましょう、はい。お兄さん、今通ってる大学学部教えてください。産業能率大学の経営学部です。うわー、微妙。でもほんまに俺らめっちゃいい線ってる。確かに。いや、風味じゃないか、これは。いや、でも産業能率大ね、あいつら F ラのくせにちょっと上がってんのよ。産業能率大経営学部偏差値47.5。わー、ドンピシャー !1 ポイント。やっちゃった。知識の限界が次このお兄さんでいきたいと思います、はい、じゃあまずジャンルから。よし、はいはいはい、お、出た。数学の公式。あ、一番知ってるむずい数学の公式、はい、教えてもらってもいいですか。はい、関和の公式です。関和の公式。お、令和の虎を見てるかもしれない。確かに。じゃあ言ってみてよ、関和の公式。覚えないです。覚えてない。内容は言えない。いやもうそれに詰められる。やめろお前。ピヨミミさん言うて。関和の公式の存在は知ってるけど公式の中身は言えない。これは一橋とか横国の文系って呼んでます、僕は。ビーアマ読めてんの、この知識で。いやー、ドラゴンもそれが言ってるから知ってる感がある。あ、ただの私立文系の可能性もあるよね。理系ではないと言えないから。そう、決めました。はい、電子レンジみたいな音して。はい、行きました。いきます。はい、せーの、 67.5。 おわ、ワスルだと思います。おー、え、67.5 の学部もとかもあるよ。いや、まあ、教育も65ですから。上じゃない、ちょっと下の方。あ、下の方、はい、なるほど。はい、答え合わせ。お兄さん、今通ってる大学学部教えてもらってもいいですか。大阪医科薬科大学薬学部です。偏差値どうだよ。大阪医科薬科大学薬学部偏差値50。理系プラス5で偏差値55。簡単や。公式覚えなくても受かるんですね。B 山1ポイント。はい、よし、シャー。ジャンル決めたいと思います。はい、ことわざ慣用句。はい、一番難しいことわざ慣用句、知識の限界を教えてください。いきます。はい、じゃあ何でしょう、はい、犬も歩けば棒に当たる。いいこと言いましたよ。いやボケないでちょっと教えてほしい。もう一個教えてほしい。俺ら勝ちで学歴当てに行ってんだよ。遊びじゃねえんだよ。上がりしてんのか俺らは。おい、でもガチでそれしか知らん可能性もあるからね。いや、4文字熟語とかでもいいでしょ別に。いや、4文字熟語でもいいですか。あ、まあいいよ、ことは、まあ、とりあえず範囲広げましょう。はい、いきます。はい、鬼に金棒。四字熟語を言うって言って、鬼に金棒って言ったんだろ。どっちなんだよ。四字熟語いきます。四字熟語言えんの。いきます。四面楚歌。おー、まあ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 、常識でしょ。これで高かったらもうデジタルタトゥーにします。僕は決めました。決めました。いきます、はい、せーの、62.5。 あ、近い。はい、
僕マーチやと思うよね。マーチだと思います。マーチってほんまに言葉びっくりするぐらい知らんから。やめろお前、会話に苦しむんすよ。いやいやいや、マーチマーチの人話しかけないでください。やめろおい。青学あたりじゃないかなとは思ってますよ。 62.5 です、はい。まあ、法政中央あたりのまあイキリマーチかなと思います。はい、ちょっと受け狙いで言ってる感があるんよね。あ、言い方的にね。そう、いや絶対もっと知ってるやろお前みたいな。あ、なるほど、知識を隠し持ってる。そう、もうある鷹を演じてます。おお、はい、そんなんやったら企画倒れがっちゃうからね。まあ、趣旨を理解してないマーチやそう。じゃあ答え数しましょう。はい、お兄さん今通ってる大学学部教えてもらっていいですか。はい、立教大学の経済学部です。よし、え、どうやろ俺かな。立教大学経済学部偏差値60です。あ、ビヤバンシャー。え、ほんまに言葉知らんの。就活に響きますよこれ。でも紙面素化の背景とかは、ああ、中国のね。そうそうそう、ああ、そういうの分かる。その辺分かってる。ああ、なるほどね。はい、必死で今就活に響くって言われてバクバクしてます。かわいそうな立教ちゃん。やめろお前。じゃこのお姉さんを予想したいと思います。はい、はい、じゃあジャンルから。あ、来い。お、歴史上の人物。ああ、なるほどね。これ知ってたらすごいでしょっていう歴史上の人物を考えて言ってほしいです。じゃあシンキングタイム取ります。3分間。はい。はい、じゃあお姉さん、歴史上の人物教えてください。ビトリオ・エマヌエーレ2世です。ビトリオ・エマヌエーレ2世、これ世界史です。世界史やね。はい、僕は知らないです。おー。世界史じゃないんで。イタリアだと思うんですよ、多分。ミーヤももうじゃあ、明確にこの人とは言われへんっていう状況か。ミーヤも世界史得意やもんな。センター世界史98点でしたけども。はい、そこの不安なところを突かれてる。ということは結構私立文系で世界史極めたタイプかな。あー。オッケー。いきます。せーの。62.5! 僕また立教のパターンあると思う、はい、立教でもう国語弱くて世界史頑張ってますみたいな感じ。あ、青学かなと思いました。青学、はい、またマーチでそうね、はい、なるほど。じゃあ答えしましょう、はい、じゃあお姉さん今通ってる大学学部教えてもらってもいいですか。学院大学の健康体育学科。うわ、低いやんけ。マジかよ。お前、国学院大学人間開発学部健康体育学偏差値 52.5 です。おー、ピン山市だけど、ピン山3ポイント目。3ポイント目。いや、なんでビットリオ エマヌエレ2世。世間ですよ。いや、こっちかい。ちょっと何をした人か覚えてる。今の学生で、はいはいはい、もう記憶ないです。あ、シチリア島的な。あ、なるほど。あ、サルデーニャ王です。おー、はい、後イタリア王国の初代国王がやっぱり有名やつ。あ、有名。あ、基礎単語。共通テスト出るか出ないかぐらい。なるほど、はい、そういうことか。じゃこの兄さん予想します。ジャンルから。あ、来い。なんだ。おい、理系用語。数学の公式でもあったんで、はい、まあ、理科にしましょうか。理科ですね。理科のこれ俺しか知らんやろぐらいな用語を考えてもらって話してほしいんですけど、はい、おー、いいっすね。はい、どうぞ。ドップラー効果。やばやば、やばです、これは。え、中学校。まあ、中学校でも習うし、まあ、物理基礎の内容っすね。はい、あー、はい、救急車。あの、ドップラー効果って物体が動くときに発生するんですよ。止まってるじゃないですか。はいはいはい、はい、ドップラー効果出ないです。あ、出ないんです。はい、あ、そうそう。だこれトークとかもちょっとやっぱりリアクション見ちゃいますね。はい、解説しました、はい。ちょっと笑ってるから、はい、理系の知識はあんのよ。なるほどね。オッケーです。で、僕も決めましていきます。はい。せーの、52.5。 いや、かぶった。50か55かでいきましょう。はい。せーの、55。あー。僕の予想は、はい、芝浦工大。あー、そっちね。そっちです。いや、俺も芝浦か東京都市大とかね。あー、4工大ね。そっちが登って下げました。マーチはないね。じゃあ答えしましょうか、はい、お兄さん今通ってる大学学部教えてもらっていいですか。青山学院大学経済学部。おー、うわー、文系やったか。高田文明ポンチって。あー、高い。ドップラー効果なかったの。なんか教科書の端っこに載ってたドップラー効果だけ、うん、今頭に残ってて。端っこじゃないのよ、ドップラー効果、はい、ドメインなんです。難易度すら間違えてる。文系でしたね。はい、わ、はい、かりました。はい、じゃあこの男の子予想します。さあ、何来る。よいしょ。お、歴史上の人物。はー、シンクタイムスタート、はい、3分間。じゃあお兄さん、どうぞ。旧日本陸軍中川大佐。マニアック。センター日本史95点、東大日本史も経験してる身としては、はい、教科書超えてます。僕も何をした人かは分かんないですね。下の名前出てこない。中川大佐までしか分かんない。な、ペリリュー島の戦いの指揮官。はあ、太平洋戦争ですね、はいはい、これ気をつけないといけないのは、はい、一応補足情報だけど、はい、ただのミリオタの可能性もあるんですよ。ただの右翼ただの愛国主義者の可能性もあります。OK、 いきます。はい、はい、いきます、はい。
せーの、57.5。国学院の文学部。あ、出た。まあ、歴史すごい有名ですけども、はい、そこだと思います。東大とかって可能性も考えたんですけど、はい、東大だったら一応受験用語言うと思うんですよ。あ、そう、中川大さん完全に趣味の範囲も入っちゃってるんでただの、歴史好きーマーチ、なるほど、趣味が興じてみたいなやつかなと思ってます。あ、分かりました、はい、お答えしましょう、はい、お兄さん今通ってる大学学部教えてもらってもいいですか。はい、慶応義塾大学看護医療学部です。おお、看護医療。慶応義塾大学、はい、看護医療学部。はい、イケプラスの65。歴史は好きなんですか。太平洋戦争。太平洋戦争。いやいや、ミリオン年間だけが。じゃあこの方の学歴予想します。はい、どうぞ。英単語。おお。ちょっと3分考えてもらって言ってもらってもいいですか。はい。はい。英語、はい、英語ください。ロアモさん。お、発音もええねんな。日本語やください。難しいのは分かんないけど、ね、あ、染色体です。染色体？いや、原数分裂か。よし、できました。僕も行きました。はい、せーの、70。お、かぶった。じゃあ上か下からきに行きましょうか。 OK、はい、せーの、72.5。はい、じゃあ俺 72.5 にするわ。じゃあ70でいきます。はい、あ、じゃあ僕 72.5 で、BM 予想は、はい、まあ、慶応の理工ですね。あ、そっち、はい、僕医学部です、完全に。おお、なるほどね。トイックとかの用語じゃなくて、はい、生物の論文とかを読んでてきた用語。そうかも。医学部っすね、これ完全に。うわ、マジか、やばい。行きたいと思います、はい、じゃあお兄さん、今通ってる大学学部教えてもらってもいいですか。慶応義塾大学法学部法律学科です。おお、あ、法、慶応の法学部60があって、これすぐビーマシャーてか、なんで染色体。いや、英語の授業最近たまったんだ。あ、やってるね。慶応レベルの英単語ってことね。ね、ライブ進学なんですよ。ライブ進学は。だから英語いっぱいできたな。受験勉強してないもんな。言うな言うな。じゃあお兄さんの、大学予想します。こっから得意ジャンル選んでもらいます。はい、歴史上の人物が得意なんですね、はい。一番難しい歴史上の人物を今から考えて教えてもらってもいいですか。シンキングタイム3分間スタート。はい、じゃあ教えてください。テーマ。テーマ、はい、世界史やね、まず。テーマ、ビーヤマがどんなリアクションするか見たいけど、え、世界史かな。日本史の知識には出てこないです。ビーヤマが知らないですよ、完全に。これ演技、え、怖っ。じゃあ予想していきましょうか。はい、中国やん絶対。ビーヤマがレベル感を知ってるわけ。テーマを知ってる人が果たしてむずい人なんか。よし、行きましょう。行きます。はい、せーの、 65.5。 よし、ビーヤマテーマ知ってます。はい、これテーマ中国の人ですね。ああ、はい、でめっちゃ基礎です。おい、基礎出してくんなよ、おい。ビーヤマ演技やったよ。テーマなんか知らんみたいな。うわ、演技です。マジか。バレないように風味に。まあ、だから駒沢とかかなと思いました。あ、そういうこと、はい、うわ、でも分かんなかった。ちょっとマーチかなって。いや、総計だったテーマなんて言わんよ、絶対。うわ、ミスった。じゃあ答えしましょう、はい、お兄さん今通ってる大学学部教えてください。国学院大学です。わー、いいラインだ。惜しい。学部は法学部。法学部、国大学法学部、偏差値 52.5 です。お、じゃあビーヤマ近い。はい、ビーヤマ勝利。やったー。やっぱ大学当てたビーヤマが強い。強い。というわけでやってきました、知識の限界を聞いて大学当て対決、勝者ビーヤマ。しゃー、大学はビーヤマ強し。いや、今回も当てちゃいましたわ、はい、そうね、まあ、これでもね、みんな街中でも皆さんできると思うんで、そうですね、あの知識の限界をね、皆さん聞いてみてほしいなと思います、はい、そうですね、学校の先生とか試してみてください。皆さん、チャンネル登録と高評価、誰かツイッターとインスタも絶対お願いします。じゃあ今日この辺でバイ。